はラーメンの3種類ある。はいはいはい。すごい、これ麺これ使ってんだ。すごい。うまい。え、すっごい美味しいね。ね。マジいいね。こんにちは、こじめです。まゆです。現在我々はモロッコのエッサビラという町に滞在しております。エッサビラ来てもう何日か過ごしてこの町にも慣れてきたんですけれども、今回は毎国恒例の日本食をちょっと食べに行きたいと思います。でこれがね、なんか調べていく日本食というか、まあ、ちょっと実は知ってるところで、まあ、とりあえず行ってみたいと思います。港町エッサビラです。船が見えるね。船が見えるね。モロッコっぽいですね、こういう細い道は。こういうの好きだな、かっこいい。うちの兄が好きそうなやつだ、これ。ゼルダに出てきそう。確かに。ちょっとムジロの仮面でしょ。そう。着きました。着きました。ルリズラーメンショップ。ジョージアにいた時に、ツイッターで声をかけてくださった方がいて、家族で、まあ、世界旅というか世界で暮らしてるクニさんという、ね、方がいて、その方がもともとやられてたラーメンショップで、このルリって名前はその娘ちゃんの名前。すごいよね。行きましょう。なんか今はその公認の方、違う日本人の人がやってるらしいんだけど。あ、こんにちは。クニさんって分かります？そうです、ジョージアでクニさんに会って、ね、そうなんです。ここやってたところで。あ、なるほど。そうなんです。ありがとうございます。こんな感じで、お、なんかすごい、そっか、あの方が公認の方だったね、うん、なんかご厚意でテラス席見せてくださるということで、わあ、こんな感じ、すごい素敵。こんにちは。こんにちは。これやばい、これ。おお、本当だ、びっくりした。めちゃくちゃいい景色。めちゃくちゃ見えるな。なんか噂によると、そのクニさんが元々ここ作った人は2人目の女の子を今のテラスのとこで出産したらしいです。うん、今日はラーメンの3種類あって、はいはいはい、醤油味と塩味とあとパイタン。パイタン、はい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 、ラーメンがあってセットもあって、まあ、卵焼き唐揚げとかそういうのもありますね。見てください、お通しが来た。このさ、キュウリのこの薄切りというか、これが久しぶりすぎて。そうだね、日本のあれっぽい。めっちゃうまい、めっちゃ日本の漬物、めちゃくちゃうまい。すごい。緑茶だ。緑茶だ。可愛い言葉。でもすごい日本っぽい、なんか日本を感じさせる。ね、うわぁ。法事を思い出すわ。それあの、いや、俺はそのいつも法事ごと行った時にさ、そのなんか部屋で出してくれるじゃん、お茶を。はいはい、私は普通に温泉旅館を思い出したけど、はい。いい渋みだな。美味しい。わ、嬉しい。ほうれん草切らしちゃって。ああ、いえいえ、全然。ほうれん草切れないでしょ。そうそうそう。ちょうどよかった。柚子胡椒ならず、レモン胡椒と、レモン胡椒、はい、自家製のホットチリソースです。あー、わーい、ありがとうございます。お好みで混ぜて食べてください。はい。スープすっごいいいよ。ほんと。すごい、これ麺これ作ってんだ。すごい、本当だね。うん、食べたことない。へえ、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。さすが自家製。輝いてる。黄金色だ。うわ。何だっけこれ、なんかすごい、何かに似てる味がするの。なんか一応メニューには家系ラーメンのインスパイアで、そうだね、とか言ってたり、家系っぽいの、インスパイアって感じがする。あは、うん、おいしい。なんか麺面白いね、食べたことない感じだな。でもめっちゃうまい。でもやっぱ家系をすっごい思い出せるね。マジで、こうでさ、え、マジ、ちょっとクロスで今、日本食で一番食べたいのって家系ラーメンだね。これ家系だね。排炭っていうかね。やったこれ、やばい、これマジやばい。食べたかったやつじゃん、ずっと。やばいかも。超うまい。あの、日本の本当に家系とはちょっと違うけど、ほぼなんかもう家系、普通に、うん、うまっ。
めちゃくちゃうまいの。ありがとうございます。チャーハン。チャーハンだ。やばい。大丈夫ですか。めっちゃうまいです。めっちゃうまいです。これ家系ラーメンみたいですよね。本当。そう本当に、ね、あのなんかいろいろ試行錯誤してやったら、うん、もう家系っぽい。すごいすごい。すごいです本当。ラーメンとチャーハンセットですよ。最高じゃないですかこれ。モロッコで。しかも本当これすごい本当に。ちょっとね、はい、濃いめなんですか。おおいいですね。だから俺じゃめちゃくちゃ俺好み。うん、えうまい。えすっごい美味しいねこれ。ね。すっごい美味しいね。いやここはいいですね、うん、素晴らしい。うん。これラーメン食うとき毎回やってると思うけど、もうチャーシュー審査みたいな感じですね。うん、あ味染みよる。あ、美味しい美味しい。このさ、気になる自家製のレモンコショウつけてね。うん、なんかこのパイタンのこれが、ね、味変できるのいいね、途中で。それがいいよね、日本じゃん。変わった？爽やかになります。あ、本当？美味しい。マジで？これいいね、味食べられる。ちょっとさ、これ結構辛いって言ってたさ、うん、この自家製のチリソース食べてみてよ。激辛いよね。まだ匂いから。あ、辛い。あ、おいしい。辛うまい。辛うまい。ちゃんと旨味がある。ほんとちょっと入れたのよ。うん。合う。ね、旨味がさ、すごいあるからさ。うま。辛。久しぶりに旦那の反応でした。辛。まあでもうまい。美味しいよね。めちゃくちゃ美味しい。これなんだろう。どうやって作ってるんだろう。ね。うん。すごい美味しい。素晴らしい。完食。最高だな。完食。いやまず超満たされてやばい。本当にありがとうございました。美味しかった本当に。美味しかった。ごちそうさまでした。そうだね。国さん。ちょっと。ごちそうさまでした。ありがとうございます。本当ごちそうさまでした。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。素敵なご夫婦で、ね、美味しかったです。マジうまかった。いや本当満たされた。なんかねすごいなんかお二人の人柄が出ているというか、なんかあったかい温かい、うん、なんかぬくもりを感じるラーメンだった。うん、今一番食いたいラーメンだって家系ラーメンだった。そうだよね、ずっと言ってた。本当にそれっぽいような、でもほぼ家系だったから、うん、本当それがもう満たされて。本当だね。ちょっと今やばい。なのでね、ぜひモロコのエスタビラに来た時は絶対来た方がいい、うん、絶対来た方がいい。ブリーズラーメンショップ、うん、に行ってみてください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。こんなにすごい盛大に待っていただいて、あの普段みたいな感じかなと思います。すみません。あまり。ありがとうございます。じゃあ皆さん乾杯でお願いします。イエーイ。おめでとうございます。どうやってやるんですか。この幸せな場に、ね、まさかエサビラでこんな経験ができるとは思いませんでした。ありがたいです、ね、来たやっと来てくれたやほらルイ君も見てるよ、サミのこと。すごい日本の皆さんが作った、ね、おうまな、なめろめちゃくちゃうまいですね。これやばくない。やばい、マジやばいんだけど。お好み焼きなんてマジで超嬉しい。しかも本格的ね。もうちょ、お好み焼きやばいです。これ超うまい。めちゃくちゃうまい。あ、そうなんだ。すごい。よう、日本の焼きみたいな料理。今日もそんじである。刺身。なんだっけ、タイの、なんだっけ、タイの仲間。久しぶりに食べたね。うまい。美味しいよ。うまい。最高だ。どうしたの。ここに。